台中加工輸出区部教授済総合委員、台中分員部下国は台湾台中市の鹿つく。不科国の旧称は不科後であり、1920年に不科後称と解称され現在の地名となった。元来は白菜海賊の活動地域であり、アリシ社と称されていた。当時は住人もまばらであったが、新代の高記念干末になると、肝心による入植が開始された。 幼政年間には、岸里社通時の調達計著により、大規模開発に、着手、六官業が成立し、その兄弟、調達朝、調達表をはじめ同教人を、数多く入職させた。新書、丹司教は諸羅県猫切り保管理者に帰属していたが、幼政年間に、昇華県が新設されると東、西保に分割され、県流中期以降は、登場。 したほと解消されながら猫記事登場法、つ国帰属していた。1887年、台湾省が成立すると、台中地区は台湾府深く試験と改変され、不可国は台湾県登場法に帰属することとなった。日本による台湾統治が開始されると、台中県が設置されその下に、弁務所は設置された。不可国は台中県。 法老弁務所登場保に帰属した。その後1902年に、大中町、法老市長登場保に、1920年7月には、大中州、豊原郡部下五章と改編された。戦後は、大中県、豊原区丹市教と改称され、1950年に、大中県丹市教と改編され、株行政区域として、丹州、深北、丹明、河原洋、 頭屋、感謝、東宝、大富、大宝、栗林、吉人、新田、厚武京の十三村を設置した。1990年9月1日に、河原洋村を、福、二村と解消し、さらに2002年2月7日、頭屋村分割し新たに、頭屋東村、家京村、家富村を設置した。2010年12月25日の対中検使が合併。 直轄思惑に伴い不可国と解消され現在に至っている。不可語駅部可語農会国層。ありがとうございます。